こんにちは、エムズヘアメイクアップの松本恵里子です。今回はですね、あなたの眉毛古くないですかということで、眉毛についてと説明していきたいなと思うんですけども、結構もともと昔こう眉毛って髪の毛の色に合わせるっていう風に言われていて、まあ、黒髪だったら結構黒く描いていたり、まあ、明るい髪でも黒目にしっかりと描く眉毛っていうのが流行ってた時期があります。なのでしっかりと描いてる人もいるかなと思うんですけど、まあ、特に同じものを何年も何年も使ってるっていう人は結構それに陥りやすいんですけども、髪の毛の色と同じ色にしてしまうとどうしても暗い色になってしまって、結構古い印象になっちゃしまうんですよね。で、今は髪の毛よりも少し明るい色で、しかもこうふわっとのせてあげることによって垢抜けた印象になるので、そちら今回説明していきたいなと思うんですけども、もう一個ポイントがあって、眉毛の本当に自分の眉毛の色も染めていくというか、それをすることによってさらにこう垢抜けた印象になりますので、そちらをぜひ見ていただけたらなと思います。まず皆さんよくこうやりがちな眉毛の描き方ってやっていきたいな、こっち側にこうやっていきたいなと思うんですけど、結構髪の毛、まあ、暗い方だとその色でさらに暗く描いてしまう人がすごく多くて、今は結構眉毛結構ふわっとした眉毛多いんで、パウダーで仕上げていこうかと思うんですけど、結構こう濃く仕上げてしまう人が多いんですよね。こんな感じです。結構こう、まあ綺麗な形にはなるんですけど、ちょっと重い印象になってしまうんですけど、今回教えたい本当の眉毛の描き方は、少しまあちょっと垢抜け眉毛にしたいなと思うので、少し髪の毛の色よりも明るめのパウダーで描いていきます。柔らかい印象にしたいので、ふわっとしたちょっと地まつげよりも少しオーバー気味に、大きめにふわっと描いていきますね。はい、ここでポイントなんですけども、地眉毛が髪の毛の色と一緒でちょっと暗くなっているので、そこを少し明るめの印象にします。髪の毛よりも少し明るめの眉毛マスカラを結構おすすめしてます。今回は少し明るめで染めていきますね。つけるときはまず逆側に、まず眉毛の内側に入れていく感じです。その後眉毛の流れを整えていきます。はい、眉毛の色を染めるだけですごく明るい印象になって、垢抜けた印象になるかと思います。これだと結構こう古い印象できつい眉毛の印象になるんですけども、こっちだとちょっと柔らかい印象で優しい眉毛になります。髪の毛よりも少し明るめの色と、あと眉マスカラを選んであげると柔らかい印象で、かつなんかこう今っぽい垢抜けた眉毛になります。はい、いかがでしたでしょうか。眉毛、私もしかして古かったかもっていう人もちょっといるかなと思うんですけども、ぜひこれを機に、今持ってるもの色が合ってないんじゃないかなとか、少しちょっと暗めだなと思う方は、ちょっと明るい眉毛の色に挑戦してもらえたら、すごく垢抜けた印象になると思うので、ぜひ挑戦してほしいなと思います。 M's Hair Makeup ではこのようにプロが使ってるものだったり技術だったりとかを盛りだくさんに紹介していますので、もしいいなと思っていただいた方には、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。